キャロトです。今日は宮島と厳島神社に行きたいと思います。こちらがですね、新しい港のこういう静かなゴールデンウィークのいいものです。鳥居は宮島桟橋に着きました。発見しました。こっちに見てますね。なんか小さい神社ですね。長浜神社の赤い鳥居です。平清盛の像です。厳島神社を撮影。こちらが妖怪山の記念の五重塔か。あれぐらい長浜神社的なこの桟橋にした孫光寺です。中入ったら入りました。商店街ですが、ほぼ人がいません。町屋通りですね。ここですね。宝珠院です。で、鳥居があれですね。はいな。ここが戦場場ですね。戦場場ですね。ここしゃもじがめっちゃでかい。やばー、ご本尊ですね。厳島神社を上から眺めることができます。宮島行きましょうかね。厳島神社です。国宝厳島神社ですね。うわー、人がいないからこう呼ばれる鏡のようで、戦場閣と五重の塔ですね。ダメです。こちら手前が農場なので、ちょっと見に行ってみようかな。近くまでか、ここで能を楽しんだんでしょうか。通りもっと成田感じ。これ以上はもう近づけません。通り宮島もあるかもしれない。大きいな。御門もすごいな。これがちょっと変わったんだ。ここ回るんだ。おい、めっちゃこの不動明王がめちゃくちゃ並んでます。立派な装飾物の本尊か。ソーシャルディスタンスですね。ここで